上り線で入り口、加茂スマートインターチェンジは、滋賀県東大見市、木村町の名神高速道路要開地 IC、竜王 IC 間に設置されている、本線直結型のスマートインターチェンジである。加茂スマート IC の建設を告知する、看板滋賀県が2009年3月13日に、東スマートインターチェンジとことを散々。 スマートインターチェンジの実施計画書を西日本高速道路、中日本高速道路に提出し、2009年6月30日、国土交通大臣が建設を許可した。総事業費は約22億4000円で、将来予想利用台数は2600台を見込む。利用対象者は ETC 車載機を搭載した全車種で、利用時間は24時間である。 このインターチェンジ付近を起点に、名阪国道、上継インターチェンジへ至る、地域高規格道路の名神名阪連絡道路が計画されている。このスマートインターチェンジの設置工事は、名神高速道路の本線交通に影響を与えないように考慮して施行された。特に本線トランプの擦り付け部での舗装工事は、名神集中工事の5日間で施行が行われた。 当インターチェンジの開通による案内標識の見直しが行われた際、ETC 専用のインターチェンジである特性を考慮した案内標識の更新計画が決められ、竜王 IC と案内場で競合する交差点は、両方のインターチェンジを案内する方針になった。加ースマートインターチェンジ出口標識 E1、名神高速道路8日一 IC 黒丸、パーキングエリア、 カモウスマートインターチェンジ UOIC、ハット ABCDEF、渋滞緩和に期待スマート IC、カモウが12月22日、市が、名神高速に開通。 サケイウエスト、h t t p s コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュ WEST スラッシュニューススラッシュ131108スラッシュ wst1311080061-n1 ドッ html2021 年1月23日閲覧 ?ab スマートインターチェンジ開通過所国土交通省道路局 2021年1月23日閲覧。滋賀県統計所、平成30年度高速道路インターチェンジ別出入、交通量。滋賀県総合企画部統計課、2021年1月23日閲覧。ABC、平成25年度末完成目指す、加盟スマート IC。滋賀放置新聞。 http://www.shigahochi.co.jp/.info.php タイプイコールアーティクル &id="a00090432019 年8月29日」閲覧。名神名藩連絡道路早期整備へ進歩。死が放置新聞。 http://www.shigahochi.co.jp/.info.php タイプイコールアーティクル &id="a00270412019 年8月29日閲覧」ABCDEFGH カモースマートインターチェンジの開通について西日本高速道路 滋賀県、https コロンスラッシュスラッシュ CORP.w-nexco.co.jp スラッシュコーポレートスラッシュリリーススラッシュ関西スラッシュ a125 スラッシュ1029スラッシュ2019年8月29日閲覧。ab カモースマートインターチェンジ大手工業2019年8月29日閲覧。山岡井 カモースマート IC 設置における市街地案内標識の配置計画について、滋賀県2019年8月29日閲覧。ありがとうございます。